ただいま。雑談枠 雑談枠ですかね、これは。特にノープランです。あ、そうだ、明日の予定が来たんですけど、なんかお昼からレッスン入ってて、だから12時、20分ぐらいですかね、20分ぐらいにまでやれ、いや10分かな、10分までやれるんですけど、それ以降はレッスンして公園行くんで、何時ぐらいに始めれるかな。まあ、でも大体いつも9時半以降、9時40とか10時ぐらいには家に帰ってるんで、そこから始めれるかなって感じです。ハートありがとう。そういう感じかな。多分ね、ちょっと帰りのやつ見てなかった帰りの時間帯見てなかった。そういう感じです。ハートありがとうございます、斉藤さん。とこありがとう。パパパンダさんもありがとうございますっていう予定かな。まあそうですね、ちょっと短くなったんで、やっぱり朝5時からやります。さっき6時からって言ったんですけど、ちょっとね短めに、ちょっとできる時間が少なくなっちゃったんで朝5時からやります。ああ、とちゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとう。応援タワーかな。ありがとうありがとうございます。頑張ります。愛されてるね。そう、優しい。ありがとうです。まあ公演が2日間あるんですけど、まあでもね、2日目の公演の時はね、レッスン入ってるかまだ分かんないから、ワンチャン午前中とかできるんじゃないかなって思います。ありがとう、ありがとうです。多分ね、まだ予定が来てないんで分かんないですけど、タコありがとうございます。花もありがとう。はい、そんな感じで今後のスケジュールですかね。やっていこうかと思います。まだ諦めてない、諦めてないよ諦めてないよ、もちろんだよ。そんな感じかな。で、久々の公演だからね、ちょっと緊張する。踊ろう、踊りまくるぞ。
頑張っ、ありがとう。ありがとう。雑談、雑談どうしようかな。何話そうかな。そうだな、せやな。なんかね、ショールームのイベント中ってさ、話題がさなくなるやん。なくなるじゃないですか。めっちゃ雑談のレパートリーだけ広がっていってる気がする。あ、見て、あれあれあれ900円のスマホスタンド、あいつは信用できねえ。うさぎじゃない、クマ、ありがとうございます。あいつは信用できねえんだ、すぐ壊れるから嫌い。カラオケ、カラオケね、ちょっとね今喉が死んでる。喉が死んでるからちょっと今日はちょっとショーファイトお休みする。いつもショーファイト歌ってるんだけど、でも大丈夫、プライベートで歌ったから。プライベートでアカペラでショーファイト歌ってきたから、うん、気持ち的にはショーファイトまだ続いてる。一応毎日ショーファイトはコンプリートしてる。安心して、安心してください。誰か聞いてくれた、磯貝さんとミッチさんに聞いてもらった。さあ弾けろショーファイト。毎日アドルは31日でやめる。31日私毎日アイドル卒業式開くから、皆さん予定開けといてくださいね。涙で惜しまれながら卒業式するから、セレモニーです。多分最後にあのショーファイトも歌うと思う。2周年婚じゃない、確かに2周年婚だったら29日に終わらせる、あ違う30日も終わらせます。やっぱ4月まで持ち込みたくないね、そこはやっぱりあっさりして4月を迎えたい。あとエイプリルフールだから何か信じてもらえなさそうだしね。卒業しますって言っても嘘じゃないみたいに捉えられちゃうから、3月かな。エイプリルフールの嘘考えなきゃ今からでも。どうしようかな、頑張って考えとくとか言ってたら何もね思い浮かず、エイプリルフールっていうことすら忘れてる可能性が高いんやけど、毎年嘘言ってるおばあちゃんにね、湯気降ってるって言って窓見させて嘘って言ってる。毎年引っかかるんよねおばあちゃん、多分覚えてないんだと思う、去年言われた嘘。なんか3年ぐらい引っかかってる気がする。めっちゃ焦った感じで雪降ってる雪降ってるって言って言うん。
でも普通に降ってないよっていう言うだけ。演技力試されるからね。そうね。楽しみにしててください、皆さん。でも意外とエイプリルフールってことを忘れて普通に話してるだけかもしれないで。そういう時察してください。お察しください。うん。俺ピュアだから信じてしまう。私もピュアだから信じちゃう。でも意外と31日の夜とかにワクワクしてる時あるから、エイプリルフール、エイプリルフールみたいな。警戒している面もある。ピュアだけど、ちゃんと警戒できるピュアだから。ピュアポ？なんかね、嘘をつくコツはなんかエイプリルフールであんまりその嘘っぽい嘘はつかない方が、もうすぐ分かるようなやつはダメ。ジョニー・デップ来たとかはなんか分かりやすすぎるけど、雪降ってるとか天候系はね割と、おばあちゃん、うちのおばあちゃんは騙されやすい。天候系はね信じてくれ。基本おばあちゃんの部屋ってカーテン閉まってるから窓見えないから、天候系はね、大丈夫。大丈夫です。ペンギン飛んでるはちょっと厳しいかな。ちょっとね、かなんかテレビものぐらいの、それがあったテレビ出れるぐらいの出来事はちょっとあんまやめといた方がいい。さりげないね。さりげないのが重要かも。氷が降ってるでも良き。眠い。眠くなってきた。楽しみだね。そう、衛星終わるらしいよ。やばいね。衛星終わるの信じられないな。それが嫌な。新年号で絶対なんかみんな嘘つくやん。結局なんか政府が発表しても信じてもらえませんでしたみたいなオチでしょ。もう読める。面白くないんだよね読めるのって。みんな絶対年号じゃん。年号大喜利始まるでしょ。もういい。絶対そうやで。15分経過しました。
しました。は、毎日アイドル16日って書いてるけど16日以上の配信をしてるからちょ、むかつくわ。16日かっこめっちゃやってるみたいな書いてほしい最近1日の配信時間何時間みたいな、そういうの日にちで、日にちだけで評価するなうん、こめに切れるお気遇かうん、16日しかってなるけど、実質ちょっと1ヶ月分ぐらいはやってるそんなあれより普通になんか今日1回目の配信とか2回目の配信機能がイベント中は欲しい、分かりやすいしね好きなお弁当の種類ありますか？急ですね。お弁当ですか？うん。南蛮、魚の南蛮とか好きですね。白身魚の南蛮定食とか好きかも。でも全然海苔弁でもいいや。お弁当はねもう全然美味しいからなんでも大体。うん。南蛮好きが好きな私、タルタルソースと南蛮がめっちゃ好きだよね。うん。うん、なんかでもなんかどうでもいいけどめっちゃ許せないのがなんかタルタルソース、エビフライにタルタルソースついてきた時のタルタルソースがなんかオール卵みたいな、なんか黄身と卵のなんかゆで卵をほぐしたようなやつ出てきたらソースじゃないじゃんってなる。ちゃんとマヨネーズみたいな液体を入れろよってなっちゃう。あるよね、なんか黄色いなんかタルタルソースの仲間みたいなふりしてるけど実質卵みたいな。そう、あれがエビフライについてくるとめっちゃ怒る。普通に切れるかもしれない、切れるナイフだから。うん、なんて言うんだろうね、あれわかんない名前が、卵サラダなのかな。うん、いやわかんないけど、あいつの名前知らないからだけど、もしあれがタルタルソースって名乗ってるんだったら本当に訴訟を起こすレベルうん、天の低さ、そうだよ、切れてるよ、まあ、それがまだなんか卵サラダみたいな感じなんだったら別にいいけど、仮にもなんかエビフライタルタルソース付きって言って卵が出てきたら本当に怒るそうだよ、なかなかないよこんな怒るなんて。私が怒る3つ目の理由かもしれない、あんま怒んないけど、普段ガチ切れしない私が切れる1個がお前って言われること、2個がまあ2個目なんだけど、お前が嫌いなんでお前って言われたらガチ切れしてるけど、あとはそうだね、卵のサラダをタルタルソースっていう人とかかな。うん。めっちゃ怒る。本当にガチ切れ案件。うん。歯は、うん、歯も嫌い。普通に無理。かな。タルタルって何？タルタルソースの、タ
ルタルタルの何って言われたらなんだろうって、なんだろうね、なんかマヨネーズと卵を入れたソース。なんでタルタルって言うんだろう、わかんない、タルタルみたいな感じしてるからかな。タルタルしてるから。でもさ、食べ物のさオノマトペでさタルタルって言うのかな。タラタラならわかるけどタルタルってねえ言うかな。それでなんかはい言いますって言われてもあんま納得できないんですけど、タタール人誰誰、タタール人が作ったソースだからタルタルソースな、タタールソースじゃないんだね、そこは略しちゃったタルタルに。世の中なんかいろんな意味があるか、面白いね。タルタルソースっていつ日本に来たんだろうね。一応洋食っていうか、まあ外国のそのタルタル人、タタール人が作ったもんだから、いつから来たんだろう。でもなんか多分私の予想だったエビフライが生まれたと同時期ぐらいにいると思うんだよね。明治戦後、うんぽいよね。昭和41年、あら意外と最近、マジか。多分ねエビフライとかそのチキン南蛮以外では使われないと思うから、エビフライができ、でき始めた頃じゃないかと思ってる。革命だったらだろうね、当時の人は。当時の人は多分醤油しか食べたことなかっただろうから、タルタルソースなんてね甘美な食べ物があったらもう革命起きますよね。そりゃ私も初めてタルタルソース食べた時はすごかった、もうすごかった本当に。カキフライにはタルタルソース、エビフライにもタルタルソース。私本当にね調味料の中ではタルタルソースがめっちゃ好きかもしんない、全然ね、あの気持ち悪い話かもしれないけどね、なんかエビフライなくてもタルタルソースだけでご飯食べれる。ピクルスは食べれる。ピクルスはねマックに入ってるハンバーガーの中のピクルスは食べれるけど、普通にサラダのピクルス食べたことない。白身魚フライはタルタルかな。でもねたまにねなんかの南蛮漬けで食べたくなる時があるから、ちょっと半分半分かな。でもエビフライは絶対こんだけ好きなんだから、そういうなんか定食屋さんとか頼んで来た時にあの卵サラダみたいなのが出てきたらもうめっちゃムカつく。しかもあれつけてもさポロポロ落ちていくだけでさつかないし、普通にエビフライに何のためにあんのって感じ。めっちゃ怒ってる、すんごい怒るけど、なんとめあのじゃあこれはみたいな、なんでこのちっちゃい小皿に入ってんのってなる。サラダだったらさサラダとしてなんかサラダ用のお皿にでも入れときゃいいじゃん。なんかそれをさなんかまるでソースのようになんかちっちゃい器に入れてみたいななんでみたいな、それおこ、だからゆで卵嫌いなんだよってなる。私ゆで卵食べれないんですよ。食べれるけどそんな好きじゃないんですよ、卵の中でも。ゆでた卵だけめっちゃ嫌いで、だからめっちゃ怒ってるああ所詮はゆで卵ねって感じ本当に、切れるナイフでしょ、切れてるよタルタルソース偽るから本当に今日はね愚痴配信ですね。そうですね、タルタルソース頼んだら卵サラダ出てきた愚痴配信
からなんか卵で許せるのは温泉卵、まあ溶き卵、卵焼きとか、まあそういう卵料理系。許せないのは煮卵とゆで卵、あの2つは許せない。半熟はねまだ許せるんですけど、目玉焼きもねそんな許せない。目玉焼きも半熟だったら許せるけど、両面焼きとかだったらもう許せない。もう本当に焼けばいいと思ってるみたいな感じ。焼けばいいと思ってるし、茹でればいいと思ってる感じかな。あんま好きじゃないんですよ。白身を固くする時点でもうダメ。おでんの卵食べない、だから食べないですよ。だから本当に食べるのは温泉卵か半熟卵、うん、あとはもう普通に卵料理。煮卵ダメ。世の中全ての人間がね煮卵食べれると思ったら本当に大間違い、うん、トッピングしないし、むしろこうやって揚げる。うん、なんかカツくんだよね。茹でることによってそのトロトロの黄身がパサパサになることによって私の喉がすごいね、あの入っていかなくなる。うん、つっかえちゃうから危ない。普通に煮卵の中が半熟だった、半熟の部分だけじゃ食べるうん、半熟の部分だけ食べるかもしれない。うん、卵自身は好きなんですけど、ね、でも本当に、うん、本当にタルタルソースをエビフライ頼んだ時にタルタルソース頼んだはずなのに、そういうなんか卵みたいな、卵サラダみたいなのが出てきた時は本当にだから私は怒ってる。うん、だから怒ってる。ソースを出せって言ったのに、誰が卵サラダ出すって言ったそう、そこは大事なところです。言っといてほしい。なんかせめてもういいから、卵サラダタルタルソース作ってもいいから、これはかっこ卵要素強めですみたいな、そういうのが欲しい。なんかサラダ風卵ですみたいな欲しい。なんかソース感ないんだったら苦労です割烹さんはなんでこんなでかいんですかね。すっごい大きいんですけど、アバターがなんかノーマルアバターの2個分ぐらいありそう。痩せてください存在感がある、大変な触れちゃいけない。あ、この大きさにはなんかパッと見ただけ大きいなと思った結果袋や。だるまのアバターもでかい。マジ？見てみよう今度だるまのアバター。うん。うん。足生えてんのもちょっとなかなかすごいね。なんか横も大きいし縦も大きいしっていう。オキちゃんのアバはノーマルのアバターのリーゼントあの福岡セナさんのルームダルモイ、確かにでかかったわ。そういえばう
でかいのに着替えた。でかだるまでかいな。皆さんが持ってる最大力の最大の大きさのアバターを駆使して自分を大きく見せようとする、なんだろう、なんて言うんですかね、あれですね、なんかあの動物的な威嚇行動に見えますね。自分を大きく見せようとする、現実世界でも仮想世界でもやっぱりね、そういうのはやっぱなくならない。そうみんなもどんどん大きいアバターになっていくかもしれない。ペンギンとかもね、あの威嚇するときにあのこう胸を張ってね大きく見せるんですけどね、あの他のペンギンに比べてすっごいね、あの可愛いの、その様子が、うん、めっちゃ可愛いから見てほしい。うん、まあ、アバター可愛いね。こう見たらなんか私ノーマルアバター使ってるからな。タコありがとうございます。いいな、なんかめっちゃアバター変えるやん。モモンガの威嚇好き。どんなだろう、ちょっと気になるな。アバター買おうかな。うん、買ったことない。うん、壇上窮屈そうだね。なんかちょっと大きいのが増えてきたからみんなちょっと壇上の幅とか考えてますか？その段ちょっとそんな奥行きもないから、うん、絶対多分端っこ落ちますよ。12位と13位多分落ちますね、これ、うん、端っこ落ちないように頑張ってください。踏ん張ってくださいね。ありがとうございます。うん、でかい、すごい、あのずっと壇上見てるとね、パパパパってなんか変わっていくのが面白い。プリンでかいね、確かに。うん、夜中いろんな壇上があるんですね。動物園かな、ここはここは動物園かな。すごいね、なんかノーマルアバターが窮屈に見える、かわいそう、なんか閉じ込められてるみたい、檻に。なんて名前やろね、優しいこの動物園。でかっ。すごいね、あの左がねなんかでかすぎてこっち側の壇上スペースが大きすぎて、なんか見なかったことにしよう。見なかったことにしよう。すっていうか、ちょっとめんどくさいことが苦手なのでね。
やっほー。ドラマありがとうございます。うわまあね、5日過ぎましたけど、はい、5日過ぎましたけども、うん、どうですか。私はね、朝がね辛すぎて、なんか辛いっていうか、奥さんまたね、起きはん起きはん、ありがとうございました。バイバイ。沖半京都なのかな。朝ねマジ辛すぎて、喋ることなさすぎてね、なんかコラボしようかっていう話になったんだけどね、ちょっとやめ、うん、よう、そこはまあ個人で行こうかなってなったんだけど、うん、めっちゃね、朝ぼーっとしてる。っていう話にもなったんだけどね。うん。コラボはね、舞ちゃんがね、朝眠いって言ってて、なんか、コラボするみたいな話になったけど、やめた。うん。話すことが一人だったらね、内容がさなんかなくなるからさ。いやマジ、私ソラハちゃんとコラボしたら、私ソラハちゃんとコラボしたら絶対ね、絶対眠らない気がする。だってあの人今日朝からカラオケしてたからね、びっくりした。私はそんな歌えるってなったもん。そんな歌うってすごいんだけど、私が朝声がすがすでさ、おはようございますとか言ってる時にさ、終わってお仕事行きながらソラちゃんのショールーム見てたん、歌ってるの。すっごい、もう朝からそんな喉開くって思って、びっくりしたもん。元気とかもそういう問題じゃない、もうなんかパワフルボディやで。もうあれはね、元気とかの問題じゃない、もうなんか違う。違う、元気じゃないあれは。すっごいなと思う、本当にあんな喉開くんやって。でもソラハちゃんとホテル同じ部屋になってもね、あれだから、あのソラハちゃんすぐ寝るからね、もう私もすぐ寝るんだけど、一回もなんかちゃんとなんか夜まで語り合ったりとかしたことがない、お互いすぐ寝てるから。まあでもね、いい感じ、なんか、うん、二人して早く寝て早く起きるっていう。でソラハちゃんのショールームの歌の声で朝目が覚める。だいたいワロダピープを歌ってるから、ワロタピーボで、ワロタワロタワロタが私の目覚ましになってる。一緒の部屋になった時は語り合わない、ご飯一緒に食べて、ホテルの部屋でご飯の話して寝るみたいな感じ。ワロタピーボで絶対起きる。そう、シナの反ね。うん、元気だなって思う、朝から。だからね、朝はなんかソラハちゃんと一緒にしたい。まあ
さらはちゃんはねちっちゃい妹さんとかもいるからできないんだけど、一番元気が出そうあのメンバー、あのさらはちゃんだと、うんかなと思います。ハートありがとう、ハート。いやー若いって素晴らしい。ああ。iPhone とはね、うん、iPhone が3月7日かなでショールーム終わるって言ってるから、多分一緒にできる日はもう多分ショールームはないかなって感じ。写真とかは握手会があるから90で撮れると思うんだけど、うん、そうそうなんです。7日で終わって明後日かな。そうなんですよ。最後の配信だから。でもね、割と自分で決めたことをね、ちゃんと守る人だから、多分ね、出ないと思うな。うん。かなって思います。うん。喉痛っかな。ねえ、明日レッスンか。レッスンと公演だ。マジか。MGK マジか。うん。頑張る。マジか。MGK。頑張ろう、うん、マジで頑張ろう。応援してる、ありがとう、頑張るね。そう、まいやちょっと横にしたい。なかなかね、イベント中の公演はなかなかハードなんですけど、まあでも体動かすからちょっとリフレッシュできるかも。リセッシュは違うな、リフレッシュできると思うからちょっといっぱい動いていきたいと思います。うん、まあ2公演じゃないからね、それがまだね、うん、2公演あるとねちょっとね、おきいちゃん今日もうショールーム終了、カン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 って幕はねもう落とされてしまうね。リセッシュ間違えた。そう、毎回さリハでさ全部投資してるから、昼夜公演だと3回公演になっちゃうんですよね。シンドバッドでね、前なんか1公演の時は毎回2公演みたいな感じだから、リハで1公演やってるから丸々。そう、お腹空くんだよね、それ3の昼夜公演終わったらさ、3回目のさ STU48 とか踊るからさ。うん、
かもさ、こうなんか昼公演のさ、お見送りが終わった後に、はいじゃあ直ししようってなるから、ドゥアヘロヘロ消してる。ヘロヘロ論破。でもなんかね、痩せそうだなって思ってる。でもその分いっぱい食べちゃうんだよね。終わった後反省会あるの。反省会っていうか、いつも先生からのなんか、まあ、あのなんて言うんですかね、あれはあります、言葉っていうか、今日の公演がどうだったみたいな。毎回ダンスの先生が見てます。まあメンバーがね違ったりするんだよね、同じ公演でも。痩せたいよ、痩せたいけどね、動いちゃったらその分食べちゃうんだよね。それがちょっとねあれやけど、難しい問題なんよ。まあでもこの2日間は公演あるからいっぱい動きます。いっぱい動く、そしていっぱい食べる。まあいっぱい食べるからいっぱい動いてもいいや。あ違う、逆逆、いっぱい動くからいっぱい食べてもいい。明日明後日はいっぱい食べれる日って思う。じゃ寝ないで。オキちゃん眠くはない。腰関係、腰関係のポーズ。眠くはないです。全然目冴えてる。腕疲れない。腕はね全然大丈夫。肘立てて使ってるから。腰がね痛いの。一回整体行こうかなと思って。本当にね行ってみようかな。腰はねショールームしてたら痛くなるんだよね。だからショールームイベント終わったら多分座る、そんな長時間座らないから多分治ると思います。ちょっと今ね腰を休める。いいとこね。総選挙の時は長くなる期間。ショールーム総選挙、ショールーム総選抜はやらないから確かにね長い、あれは長かった。3週間くらいかな。1時間5000円くらいなんだ生徒行って。そうなんや。意外と安いのか高いのか分かんないけど。
うん、今年はねちょっと総選挙一本に絞ります。絞ろうと思ってる。ちょっとまだ分かんないんだけどね、意外とその時になったらやっぱり絞る無選抜やるって言うかなと思うかもしれないけど、でも今のところは一本でやろうかなって考えてる方針、それも変わらない方針今のところはです。はい。ハートありがとう。総選挙あるのかな、まだ分かんないんだよね。うん、私もね何も分かんないんだわ。STU はねでもね結構やりそうだなと思うけど、ゆらちゃんとかやりそうな感じするけどね、どうなんだろう、わかんない。どうなんやろな。32。じゃあランキング読んで40分からカウント枠して終わりたいと思います。まあギリギリまで、ああギリギリまで続けときます。でまあ1分ぐらいで更新しようと思います。はい、まんま間を空けずにタダンタダンって行こうと思います。まあ最後はカウント枠で締めます。うん、よろしくお願いします。とりあえずどうしよう、ランキング読もうかな、早いかな。ランキング読みますね。13位が斉藤さん、12位が鳥田さん、11位が竜兵さん、10位が久慈の太鼓さん、9位がパパパワンダーさん、8位がトニさん、7位がミニピンさん、6位がまっちゃん2号さん、5位がニコちゃん、ありがとうございます。4位がマッカさん。13位から読めた皆さんありがとうございました。したらですね、3位がうささん、2位が台湾チームエイトさん、そして1位がいとちゃんさん。いとちゃんさんはタワーもありがとうございました。ありがタワーでしたっていう感じでね、ちょっとこの枠はこれでこれにて終了になります。はい。まあね、明日はあまりねできる機会がちょっと、あちょっとやばいやばい、痛たた骨が痛い。明日できる時間帯が少ないんですけど、可能な限りはやるのでよろしくお願いします。うん。感じかな。はい。アシさん見に行きます。ありがとう。ぜひ見に来てください。メイク落としてる、まだ。これからお風呂入ったりしていろいろですね。なかなか。じゃあめんどくさい作業が残ってる。
ありがとう。またね、カウントワークでお会いしましょう。それが最後です。今日も一日ね、本当お疲れ様でした。ヘロヘロ、お疲れ様。36分 OK。 またね。ただ朝5時からって早すぎよね。それの早いよね、朝5時からって。誰が起きてるんだろう逆に朝5時からって。新聞配達の人だと思うんだけど。もっと早いか、新聞配達の人は。じゃあまたね。はい、頑張って起きましょい。バイバイ、ありがとう。じゃあ切ります。バイバイ、またね、すぐ戻ってきます。終わります。じゃあ一旦。